でまず最初打ち始めなのでやっぱり魚をしっかり寄せるためにですね、ちょっとラフ気味につけまして、まあかなりラフなんですけど、これでちょっと打ち始めます。でまあ食わせないですけど、 まだ打ち始め、まだ魚を寄せる段階ですので、まあ、とりあえず簡単の方をつけて打っていきます。じゃあ打っていきます。で、ですね、竿の方は今日は15尺ですね。今日はちょっと空いてることもありまして、まあとりあえずまあ15尺を選びました。で、道糸は 0.65 で、ハリスの上張りが、0.5 号で7センチで、針はバラサの7号ですね。で下のハリスが 0.3 号で50センチで、玉針のとりあえず3号で打ち始めてます。で浮きの方なんですが、餌落ちメモリがですね、トップから3メモリの黄色を出した位置が、餌落ちメモリになります。で通常朝棚の、まあ、うどん系のセットですと、まあ、8尺9尺で当たればやっぱり短い竿の方が釣りとしては楽なんですが、やっぱりこの寒い玄関期ですとなかなかちょっと当たりが出にくいので、まあちょっと大きめのコンディションのいい、まあ去年の秋口に放流されたヘラブナなんかも結構沖に打つと混じって結構釣れますので、まあそういった意味でちょっと長い竿を使って、まあ浮きを動かして、まあちょっと型のいいコンディションのいい魚を狙う意味でちょっと沖を打ってます。だと結構まあ土日で人が並んでしまいますと、やっぱりどうしても短い竿で打っちゃうともう当たりが出にくいんですけど、そういった時にやっぱりちょっと沖を打つと結構浮きの動きっていうのもかなり増えますので、まあそういった意味でちょっとあえてロッド操作はちょっと必要になるんですが沖を打ってます。まあ最初はやっぱり魚を寄せることを意識しまして、まああまり待たないで打ち返していきます。でまあ、基本的にはまあバラケはやっぱりしっかり馴染ませる、まあ、とりあえず持たせて打っていくようにします。あとこの段階で、まあ、打ちながらどういう圧のかけ方だとどのぐらい持つっていうのも結構確認しながら打っていくようにします。であと竿の長さが結構重要になってくると思うんですが、例えばもしこれ日曜日で人がものすごく入った混雑した状態でしたら、もうちょっと大きめ、もっと例えばこの三和新池さんですと、19尺までが最長で振れますので、まあ19尺ぐらいもちょっと視野に入れて考えます。あと内島さん、これ打ち始めの棚なんですけど、はい、今水深浮きから下どのぐらいで。そうですね、今だいたい1メーターよりもちょっと深めに 1.2 メートルぐらいですね。でこの三和新池さんの場合だと1メートルの棚規定がありますけど、はい、あえてそこを浅いところを狙わずにまずこの 1.2 メートルぐらいから始めるその狙いっていうのは。まあそうですね、やっぱりちょっと沖のコンディションのいい魚はもうちょっと狙ってますので、ちょっと棚が結構深くなる場合もあるんですね。自分の経験だとメーター、まあ、ぴったりぐらいよりも結構この時期ですと 1.5 メートルとか、まあ、もしくは 1.8 メートル、ちょっと深くするとちょっと
当たりが増えたりですとか、うん、ちょっといい魚が混じったりすることも結構あるので、うん、まあ、若干ちょっと今様子見でメーターよりもちょっと深めに、うん、で今日朝打ち始めは結構浮きの動き出しが早くてですね、結構多分連れてくるのがもうほとんどシンベラだったので、うん、もう浮きの動き出しも早くてですね、結構まあ浮きを1回まあ入れて早めに抜いて、でいい時は下ハリスが張り切るまでの、まあ、ちょっとこう、まあ、下ハリスをちょっと煽ってるなっていうようなちょっと動きが出て、で張り切るまでに結構当たりが出て朝はかなり釣れましたね。それはやはりこの少し大きめを釣っている釣り方のメリットっていうところですかね。そうですね、やっぱりその放流されたシンベラがやっぱりちょっと沖についてて、まあそれが結構多分いたと思うので、まあ、結構早いタイミングで、まあ、比較的簡単に朝はちょっと釣り込むことができましたね。やはりもう限られた数しか釣れないこの冬場の釣りにおいて、その朝一のラッシュっていうのはものすごくアドバンテージになりますよね。そうですね、うん、やっぱりどうしても時間経つにつれて食いしぶってきたりもするので、うん、やっぱりその朝の一時でやっぱり釣るっていうのはすごいメリットになりますね、うん、この釣りの。ちょっと朝は結構動き出しが早かったんですけど、うん、ちょっと今そうですね、まだちょっと触りが出ないですね。ちょっと今反応が弱いのでちょっとハリスを伸ばしてみます、うん、今何センチ50センチですか。今50センチですね。様子見で10センチ伸ばしてみます、うん、60ですね。そうですね、はい、今ちょっとバラキがちょっと馴染んで、うん、ちょっと早めに落ちて、今またちょっと早めのところで動きましたんで、あの次の一投をちょっとお願いしたいんですけど、はい、あのよくあのハリスの倒れ込みって皆さん言うし、あの内島さんも今言ってるんですけど、はい、打ち込んで、はい、今ハリスがどんな感じになってるのかってちょっとイメージで結構なんで解説してもらえますか。そうですね、はい、今ちょっと浮きが沈んでいって、ちょっと今これも多分ちょっとバラケは持ってないんですね、うん、ちょっと落ちちゃいましたね。であの黄色の下のちょっと緑が出てるので、多分あのその緑が出てる状態でまだちょっとハリスは重さを感じてないっていうことだと思うので張り切ってないですね。で今黄色まで浮きが沈んでますので、もうおそらくこれはもうハリス張ってますね。大体今このぐらいですか。そうですね、うん、今これは多分もう張ってると思います、うんうん、やっぱり60センチというハリスだとかなりやっぱり時間がかかるってことですよね。そうですね、やっぱり長いのでどうしても落下していくときに張り切るまでにやっぱり時間はかかりますよね、うん、であと途中で魚がちょっと反応したりしてれば、うん、まあ、さらにもっと時間かかりますけどね。今はやっぱ当たり早かったですね、うん、でも今もうほぼ毎回動くようになってますね。そうですね、やっぱりだんだんちょっと魚も来ました、ね、はい、寄ってきてますね。ちょっと今少し反応が出てきたんで、またハリスをちょっと
もっと戻してみます、試しに。どこまでが限界なんだあんまりちょっと当たって殻が頻発するようだったらちょっと詰めますね。ふかふかしてる間の時間っていうのがなんかあるじゃない、永遠じゃないけど。そうですね、例えばハリスが長すぎてちょっとふかふかした動きが出てて、そのまんま何か当たるんだったらまだちょっと詰めないと思うんですけど、ちょっとふかふかだけで例えば終わっちゃったりとか、あと当たりがちょっと、そうですね、詰めますね。うん、感じは悪くないんだよな。うん、明らかに10センチ詰まってメリハリが出てるよね。そうですね、一つ一つの動きがね、そう、そうですね、うん、動きにキレが出てきてる。まあ、まあ基本的に、まあ殻が出てれば、まあ合わせるような強い当たりが出てれば、まあとりあえずはまずは、まあそれを合わせて、うん、まず今の時期はあれが続くことも珍しいもんね。大概なくなっちゃうし、釣るとなくなっちゃうし、やっぱりこの時期だと、そうですね、当たりを出すのもちょっと難しいっていうような状況になると思うんで、うん、そうですね。うん、ちょっと今当たりちっちゃかったんですけど、うん、むしろ多分、まあ、乗ってない当たりの方が小さいというか ね、 うね、乗ってる当たりの方が、うん、乗らない当たりの方が綺麗な当たりなんだけど、でちょっと今これ多分結構シンベラっぽい感じなんですけど、うん、意外にやっぱシンベラって結構ああいう弱いような当たりでも結構食ってるんですよね、うん、多分これシンベラですよね、うん、ベラですね、うん、まあ、で今もうだいぶ触りが出てくるようになったんで、まずあの触りを、まあ、魚を寄せるっていうことが第一で、その次に今当たりも、まあ、今結構出てくるようになりましたんで、やっぱ触りを出して当たりも出すような方向に持ってって、で今結構カラツンが出てて、結構まあ釣れそうな当たりでも結構ヒットしないことが多いんですけど、まあ、まずは自分の中ではいかにやっぱり殻を、まあ、その強い当たりをより多く出すかっていうことが一番重要だと思うので、まずはちょっと、まあ、何発か殻食ったからってちょっと調整すぐするんじゃなくて、まあ、最初の段階ではとりあえず、まあ、黄身当たりが出てるんであれば、まあ、そのあたりをとりあえず追いかけていきますね、うん、まあ、すぐに殻食らったから何かちょっと変えるっていうのと、逆にちょっとあたりとかが飛んでしまったり反応も弱くなってしまうことが結構あるので、まあ、まずは強いあたりが出てるのであれば、まあ、そこを追いかけていって、でさっきはちょっとハリスが長くて多分強い当たりが出にくかったので、ちょっとハリスを詰めたらちょっと浮きの動きもメリハリが出てちょっと強い当たりが出るようになったので、まあ、やっぱりだからちょっとハリスのが長かったっていうことだと思うんですね。でこれでまたさらにちょっと強い決め当たりが出ないんであれば、まあ、方向的にはもうちょっとハリスを詰めていくっていう方向に多分なると思いますね。で、まあ、その辺は実際やってみないとわからないので、例えば詰めて反応悪くなったらまた戻せばいいだけの話なので、うん、とりあえずやってみると。そうですね、やっぱり魚相手なので、いや待って待って、いい当たりだ。
よし、まあ、ぜひちょっとこの中尺の長めの竿を使った浅棚のセット釣りですね、ぜひ土曜日や日曜日やっぱり人が入った中で一番そういった状況の方が一番マッチする釣り方だと思いますので、ぜひまあ皆さんも土曜日日曜日短い竿でちょっと当たりが出にくい時はぜひまあちょっと沖を狙っていただいて、コンディションのいい型のいいシンビラをぜひ狙っていただきたいと思います。でまあ釣り方もそんなに難しくなくて、基本の部分をバラケを持たせて基本的なセット釣りで十分にコンディションのいい魚が狙えますので、まあ、ぜひ皆さんもこの釣りを楽しんでいただけたらと思います。今日はありがとうございました。